トガビトどもよ、我が炎の鉄槌を受けよ。左後ろに飛べ。ヒトップ時間なんとか今回は逃げられなさそうだね。ああ、やるしかない。行くぞ。戦闘開始。てい。エンハンスアーマメント。これすごいな。あの弓は何が元になってるんだろうな。感心してる場合じゃないよ。生かして捕らえろと命じられているゆえ、貴様らを消し積みにまではせぬが、こうして支援球を解放した以上は腕の一本なりとも焼け落ちると覚悟せよ。断罪の炎をかいくぐり、その貧弱な剣を我に届かせられるかどうか試してみるがよい。剣切れも玉切れも関係なしか。何か策はある。連射は不可能、そう信じる。初撃をどうにかして止めるから、お前が切り込むんだ。信じるって。分かった。フォームエレメント、シールドシェイク、ディスチャージ。ショース、貫け。キリト、止まるな、ヤジオ。なめるな小僧。お前の剣に込めるべきものはお前が自分で見つけなきゃ。僕は未熟だ。青バラの剣の主にふさわしくないかもしれない。それでも僕にとって大切なのはただ勇者よ。頼む、力を貸してくれ。青バラの剣、僕に前へと進む力を。あなたの負けだ。汚れた術によって騎士エルドリエを惑わせたと思っていたが、我の誤りであった。デュソル・バート、あんたがあの時の友情。てめえを立ってくれだって、堂々たる勝負だって。立った11歳。
歳の女の子を鎖で縛り上げて飛竜にぶら下げて連れ去ったやつが今さらそんな口を聞くな。なんで止めるの、キリト。そのおっさんはもう戦う気はないよ。そういう相手に剣を振るっちゃダメだ。でもこいつは、こいつがアリスを連れて行ったんだよ。こいつが。このおっさんはきっと覚えていないよ。ルーリットの村からお前のアリスを連行した時のこと忘れたんじゃない、記憶を消されたんだ。ユージオ、誰が来る？子供？君たち、誰？私、じゃない。私は、氷協会修道所見習いのフィゼルです。そんでこっちが、同じく修道所見習いのリネルです。ダークテリトリーからの侵入者っていうのはお二人のことですか？は？その僕らとしては人海人の
そこにいらっしゃるのは副騎士長のファナティオ・シンセシス2殿ですね。残念、貴様の野望はここでついえよう。天仙剣の意向に平伏するがよい。少しはやるようだな。だが天仙剣の新勢力はなおも耐えることはない。己が罪を悔い、三女神に心より帰依し許しを請うがよい。さすれば城下の霊光はそなたの罪をすすぎ天界へと導こう。で、さらば。若く愚かに尖る。暇だ！ディスチャージ！見たな。これは貴様もそんな顔をするのか、トガビト。教会に弓引く大逆の徒である貴様すら、私が女だと知った途端本気では戦えないというわけか。私は人間ではない、天界より地上に召喚された聖豪騎士だ。なのに貴様ら男は私が女だと知った途端そのように蔑むのだ。同輩にとどまらず、悪の化身たる暗黒騎士どもの将ですらな。言っとくけどな、俺がさっき驚いたのは兜が壊れた途端にあんたの剣気が嘘みたいに弱くなったからだ。顔を隠し剣筋を隠し、自分が女だってことを誰よりも意識してるのはあんたじゃないのか。うるさい、殺せ貴様だけは。こっちだってそのつもりだ。あんたが女だからって手を抜く気はさらさらない。これまで何度も女剣士に負けてるからな。なるほどな、トガビト。貴様はこれまで
天仙剣に秘められた光を今こそ枷から放たれよ。リリースニコレクション。さすがの間合いだ。おかげで助かったよ。キリト、待ってて。今、呪術を。ダメだ。技を止めるな。あいつは、これくらいじゃ倒れない。え？だって、あの人はもう。システムコール。生きてを、強引に。人間なのか。くそ。お前に、お前らに正義なんかない。止まれ、止まれよ。憎しみじゃあいつには勝てないよ、ユージオ。お前は聖豪騎士が憎いからここまで来たわけじゃないだろ。アリスを取り戻したいから、もう一度会いたいから、アリスを愛しているからここにいるんだろ。その気持ちはあいつの正義に決して劣るもんじゃない。俺だってそうだ。俺もこの世界の人たちを、お前を、アリスを、あいつだって守りたい。だから今はあいつに負けるわけにはいかない。そうだろ、ユージオ。光よ、エンハンスアーマメント。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ごめんよキリト、本当は僕が前に出て戦わないといけないのに。役割の差だよ。ありがとうユージオ、俺はもう大丈夫だ。無理するなよ。それだけやられれば外からは見えない傷が残っているはずだよ。ゴブリン連中にやられた時よりマシさ。それよりあいつが心配だ。キリト、あいつはお前を殺そうとしたんだよ。あいつらは自分たちのことを絶対の善と言い、お前にとっては絶対の悪だったんだろうけどさ、俺たちもあいつらも生身の人間なんだ。そんな絶対の善悪なんてもの、人間には決められないんだよ、きっと。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。無理だよキリト、出血が多すぎる。誰でもいい、まだいるんだろう、聖豪騎士。仲間を助けに来いよ。司祭でも修道しても誰か来てくれ。頼むよ、誰か。見てたら助けてくれ。そうだ、来てくれカーディナル。カーディナル。それはダメだキリト、カーディナルさんがもう予備はないって。それはアドミニストレーターと戦うための。分かってる、でもこれを使えば助けられる。助ける手段があるのにそれを使わないなんて、人の命に優先順位をつけるなんて俺にはできない。
ないやつじゃな。カーディナル、あんたか。時間がない。当然のことを聞くな。カーディナル、すまない。俺は今さら謝るな。お主の戦いぶりを見ている時からこうなるのではないかと思っておった。状況は理解しておる。ファナティオシンセシス2の治療は引き受けよう。しかし完全修復には時間がかかるゆえ、身柄はこちらに引き取るぞ。手短に伝えるぞ。状況から判断してアドミニストレーターは非覚醒状態にある可能性が高い。あやつが目を覚ます前に最上階にたどり着ければ探検を使わずとも排除が可能だ。急げ、残る整合騎士はわずかだ。取り乱して悪かった、ユージオ。いや、謝ることじゃないよ。ちょっとばかり驚いたけどさ。それじゃあ先へ進むか。うん。さてと。うん。階段がないよ。アリス、もう少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。お前は戦うな、ユージオ。カーディナルの探検を確実にアリスに刺すことだけ考えるんだ。彼女の攻撃は俺が体を張ってでも止めてみせる。でもアリスの初撃をかわさずに受けてそのまま拘束するから、すかさず探検を使え。いいな。とうとうこんなところまで登ってきてしまったのですね。お前たちが万が一地下牢から逃れることがあっても、バラ園に待機させたエルドリエ一人で十分に対処できると私は判断しました。しかしお前たちは彼を打ち破り、アマツさえ人気を携えたユソルバート殿を、そしてファナティオ殿までも切り伏せて、この雲上庭園の土を踏んだ。一体何が
お前たちにそのような力を与えているのです。一体なぜ人界の平穏を揺るがす巨に及ぶのです。お前たちが聖豪騎士を一人傷つけるたびに、闇の勢力に対する備えが大きく損なわれていることがどうして理解できないのですか。やはり剣で聞くしかないようですね。いいでしょう。それがお前たちの望みならば。しまった、やばいぞ。あの剣まさかもう完全支配状態なのか。私を愚弄しているのですか。抜刀もせずに走り寄るのだ。今の攻撃は警告の意味を含めて加減しました。ですが次は、いざ尋常に参る。エンハンスアーマメント！アリス、すまない。
演技の勝負を望んでいたのではないのですか。なかなかの座興でした。たかが氷で私の花を止められるはずもありません。お前とは次に戦ってあげますから、そこでおとなしく待っていなさい。私から家族の妹の思い出を奪い、その上このような封印すら施して復讐を強要するなんて、私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。アリス、キリト、私をしっかり押さえていて。名を持たぬ神よ、私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。
どんな敵だろうお前とも。どうにか倒せたな。行きます。部屋一面が凍っています。エンハンス。アーマメント。剣の代わりにしただと。リリースリコレクション。
おじさま、騎士長閣下、なぜこのようなお姿に。これはユージオの武装感染支配術じゃないぞ。敵がいます。俺たちは再び塔を登り、
この部屋。私、この部屋を知っています。ここは、6年前、聖号騎士見習いとなった私が目覚めた場所。行きましょう。まだ聖号騎士が残っていたのか。確かにあの鎧は、言えても。あ、ユージオ。まさか、早すぎる。早いって、何が？儀式の完了が、です。お前の相棒は、ユージオは、すでにシンセサイズされています。嘘だ。そんな、だって、君の時は三日三晩かかったって。それは、私が必要な術式の詠唱を拒否したからだと、元老長は言っていました。つまり、術式さえ唱えさせられれば、三日の儀式は必要ないということ。ただ、それにしても早すぎる。ユージオがおじさまと戦ってから、まだ何時間と経っていないはずなのに。そうだよ。ありえない。友情がそんな簡単に。これはきっとまやかしの術か何かで。しっかりしなさい。ここでお前が動揺すれば、助けられる者も助けられなくなる。助ける。そうです、お前は言ったはずです。聖号騎士に本来の記憶を取り戻させる方法があると。ならば友情も元に戻せる通り、そのために何としてもこの局面を乗り切らねばなりません。ここは俺に任せてくれ。わかりました。ですが油断しないで。あの騎士はもうお前の知っているユージオではない。ああ、ユージオ、俺のことがわかるか。俺はキリド、お前の相棒だ。ルーリットを出てからの2年間、ずっと一緒にやってきただろ。ごめんよ、君のことは知らない。でもありがとう。何がだ。僕の剣を持ってきてくれて。え、真意のカイナ。その剣でどうするんだ。君たちと戦うんだよ。それがあの人の望みだから。ユージを、誰かに命令されるまま、自分が何者かも知らず、戦う意味さえも分からずに戦うつもりなのか。お前の敵は俺たちじゃない。お前は最高司祭と戦って、大切な幼なじみを取り戻すためにここまで。戦う意味なんてどうでもいいんだ。あの人は僕の欲しいものをくれるんだ。僕にはもうそれだけで十分なんだ。お前の欲しいもの、それはアリスより大切なものなのか。知らない。知りたくもない。君のことも誰かのことも嫌なんだ。ユージは覚えてないだろうけど、お前に剣技を教えたのは俺だ。師匠としてまだ弟子に負けてやるわけにはいかない。
いい加減消えてくれないか。せっか、はっ、やっ、消えているのだろう。この勝負に終わりはあるのか。友情、やっぱりお前は強いよ。いつ追い越されるかとは思ってたけどな。無駄口を叩いたこと容赦はしない。終わりにしよう。なぜ邪魔をする。バカ野郎、手を出すな。君と友情は共にルーリットの村で育った幼馴染だ。そんな二人を戦わせるわけには。ユージはアリスに関する記憶を奪われたと考えるべきでしょうか。ああ、そう思う。最高司祭はシンセサイズの秘技でユージを最も大切にしている人の記憶を奪ったはずだ。ですが彼は私を見ても何の動揺も示しません。でもだとしたらユージは一体誰に関する記憶を奪われたんだ。それを二人で確かめましょう。ただ目にするのではなく、剣を交えることで友情に奪われた記憶を刺激できるかもしれません。ああ、わかった。二人で友情の目を覚まさせよう。あの人のために。俺もお前に負けるわけにはいかないよ、ユージよ。約束しただろ、最後までお前と一緒に塔を登るって。
今のは前にルーリットの村で見た。まさか俺とユージを。アリスは知らない。知りたくない。ユージを。なあ、そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけね。なんだ、二人とも朝から見かけないと思ったらこんなとこにいたのか。一体何をやってたの？バレちゃったわね。3日ばかり早いけど、ユージよ、誕生日おめでとう。え、これ僕にこんなすごいもの。お前の兄ちゃんが持ってるみたいな本物には負けるけど、でもこいつは雑貨屋に売ってるどんな物件よりもすげえんだぜ。本当だ、これ兄ちゃんの剣よりも重いよ。すごいや。僕大事にするよ。ありがとう二人とも。嬉しいな、こんな嬉しい誕生日の贈り物、初めてだ。おい泣くなよ。思い出したよ、ユージよ。俺たちが出会ったのは2年前、あのギガスシダーの前じゃない、もっと昔。幼い頃に俺はルーリットの村で大切な幼馴染と同じ時間を過ごした。ユージよ、そしてアリスと。なぜこんなに大切な記憶を俺は忘れていたんだ。北の洞窟への冒険も、アリスが禁忌を犯した瞬間も、そしてあの時、アリスが聖豪騎士に連れ去られる場所に俺もいたんだ。お前だけのせいじゃない、お前だけの責任じゃない。アリスを取り戻す、それはユージオと俺二人の目的だったんだ。やっぱり俺はお前と出会うためにここへ来たんだよ、ユージオ。キリット、アリス、ユージオ、思い出したのか、ユージオ。ああ、僕も思い出したよ。ユージオ、キリット、リリースリコレクション。ユージオ、なんで。ごめんよキリト、アリス、僕を追ってこないでくれ。